はじめてのおつかいある日、ママが言いましたみーちゃんひとりでおつかいできるかしらひとりでみーちゃんはとびあがりました今までひとりででかけたことなんか一度もなかったのです赤ちゃんのぎゅうにゅうがほしいんだけどママちょっといそがしいのひとりでかってこられる うん、みーちゃんもう五つんだもんみーちゃんはママと二つ約束をしました車に気をつけることとお釣りを忘れないことみーちゃんはママに百円玉を二つもらって手にしっかり握りしめ家を出ました みーちゃんが歌を歌いながら行くとチリンチリンベルを鳴らして自転車が来ました。みーちゃんはドキンとしてヘイにペタッとくっつきました。自転車は風のようにビュルーンと走っていってしまいました。そこへ友達のともちゃんが来ました。どこへ行くのおつかいママに牛乳を頼まれたの。へー。 ともちゃんは目を丸くしました。ひとりでうんへえともちゃんはもっと目を丸くしていってしまいました。坂に来ました。坂のてっぺんがお店です。いつもママと公園に行くとき通ります。かけ足ドンみーちゃんがひとりで号令をかけて駆け出したとったんすっ あんまり急いだのでいしにつまずいて転んでしまいました。飛躍円玉がコロコロ転がっていきます。足も手もじんじん痛みます。でもみーちゃんはお金のことが心配ですぐ立ち上がりました一つは道の端に落ちっていました。もう一つはどこかな。くる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 探し回ると「あったー!」。 草の陰にピカピカ光って転がっていました。お金が二つとも見つかったのでみーちゃんは元気に坂を駆け上りました。お店には誰もいません。みーちゃんは大きな進行球を一つしました。それから「牛乳ください」と言いました。 うんと大きな声を出そうと思ったのに小さな声しか出ませんでした誰も出てきませんみーちゃんは胸がドキドキしましたそこで前よりもっと深く深呼吸をしてから「牛乳ください!」と言いましたけれどもその時ブルルルブルーン車が通り過ぎみーちゃんの声が消されてしまいました お店にはまだ誰も出てきません。誰かが「ごほと言いました。振り返ってみると黒いメガネをかけたおじいさんが立っていました。メガネおじいさんは「タバコ」と怒鳴りました。お店の奥でごとごとガサガサ音がしておばあさんがエフロンで手をふきながら出てきました。はいはいタバコですね。 おばあさんからタバコを受け取るとメガネおじさんは行ってしまいましたみーちゃんは大急ぎで、あのー」と言いました。今度は太ったおばあさんが「あのねパンをくださいな」みーちゃんを押しのけやるようにお店の前に立ったのです。太ったおばあさんはお店のおばあさんとペちゃくちゃペチゃくちゃおゃべりをしてパンを買って行ってしまいました。 お店の前はまたみーちゃんだけになりました。牛乳ください突然、自分でもびっくりするぐらい大きな声が出ました。お店のおばさんの目とみーちゃんの目がパチンと合いました。胸がドキンドキンになって目もシパシパ音がしました。まあまあ小さなお客さん。 気がつかないでごめんなさいおばあさんはさんはも度も謝りましたみいちゃんは牛にほっとしてぽろんとひとつ我慢していた涙がおこちてしまいましたみいちゃんは手の中であったかくなったお金を渡して牛乳を受け取るとパッと駆け出しました「ちょっとちょっと待って」。 おばあさんがはぁ、あ、はぁ言いながら追いかけてきますお釣りよお嬢ちゃんはい十円玉二つしっかり持って帰ってママに渡してねおばあさんはお釣りを渡しました坂の下でママが赤ちゃんを抱っこして手を振っていました おしまい。